今日はですね、6月の17日です。今年初めての海洋資源調査です。来たかな、来たかな。この竿反応がおかしい。ドーッと引っ張られる。現在8時13分です。で、すでにキーパー2匹、今まで最速記録じゃないですかね。8時そこそこでキーパー2匹ですからね、まあ、サイズは 16.5 はちょっと超えたぐらいの小ぶりですけど、なんたって今回の秘密兵器はあちらの魚探もさることながら、この GPS ですね。 GPS で1匹釣ったポイントにはもうピンポイントでまた戻ると、それでじゃんじゃん釣れるところを探るということで、ハンドヘルドの GPS、 それでキーパーが2匹、リリースが4匹ぐらいいってますね。キーパーが2匹、9時の段階で3匹、10時でキーパー4匹です。今11時46分ですけど、それ以降キーパーが出てきませんね。それから下道の方法が3匹、1匹は餌にして今下に沈んでます。来ましたよ、久々の大物が。22ってとこでしょうね。今減量してまたお知らせしましょう。このネットの大きさ、ネットの大きさと魚のはみ出し具合を見てもらうと分かると思いますけどね。検量の結果21インチでした。来ましたよ、来ましたよ。どう見ても24インチの大物。これはサイズ分かんないでしょ。ちょっと待ってくださいよ。ずっしり重い22インチでした。22インチ、今季最高。これがまだいますよ。その後しばらくしてまた来ましたよ。これもいい型ですよ。今サイズ測れますけどね。減量の結果21インチありました。とにかく肉が厚い。同じサイズでもさっきのもそうですけど、肉厚になるのがすごいですよね。1インチ、ね、見えますか。21インチ、ムッチシ肉厚、刺身は5人前。今日の仕掛けはこれですね。針が巻きがついて、この針がそうですね、ガマカツのこれが1本1度ぐらいですもんね。ちょっと形も違うでしょ。ですね、さっきのがキーパー6匹目です。キーパー6匹、リリースが11。リリースかな。わかんねえな。キーパーかリリースかギリギリだな。 17.5 したがってこれで、8匹ヒラメパーフェクト達成。でもこの辺が潮時でしょう。これが 17.5 よいしょ。では本日のヒラメパーフェクトを見てもらいましょう。じゃーん、1、2、3、4、5、6、7、8、こいつが 22.5 22.5 に、あ、22、21.5、 あとは17、余裕でそろそろ終わりでしょう。こういう感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、これがヒラメパーフェクトです。もう一回見てもらいましょう。はい、じゃじゃん、1、2、3、4、5、6、7、8。